ボンボン。おはようございます。おはようございます。今日は何の日ですか。今日は新しい宣材写真を撮影に行きます。ちょっと前回のがね、あまりにも経営者すぎるし、あまりにも平社員すぎたので、ね、その格差みたいなの宣材写真からなくしたいなという。なるほどね。2年ぐらい前、もっと前か。2年前か。2020年からテレビ出てるから。あ、そっか。急ぎで作ったやつね。もう2代前ぐらいの衣装だしね。うん。私、あの洗剤の私の衣装に関しては一切着たことないやつ。横浜ですよ。横浜か。地元近いんじゃないですか。横浜は近いです。大宿なんで私。ついでに行くか。いや、行かなくていいです。すごいやな、この洗剤取るだけで。洗剤取るのにこんな大移動。普通都内のスタジオで撮るけど。いや、だからラランドで2セット取る、うん、2パターン取って、うん、私の音楽名義の方の取って、西田のソロ名義も、はい、役者名義も取るという、うん、あ、なるほどね。後半にかけて よりふざけていくんで。荷物もいるし、あとはやっぱ外で撮るんでね。そうね、それ珍しいね。控え室がないからね。うん、着きました。どこ、横浜よ。どこなの。横浜は普通取る洗剤。ないだろ。もっとできることあるだろ、横浜は。横浜のポテンシャルもっと活かせるだろ。中華版食うだろ。洗剤取らないな。そうよ。江ノ島水族館とか行こうぜ。全然。お前のデートコースじゃん。俺デートコース。学生時代。最近性欲強く持ってきたらしい。なんだ、28だっつろ。筋トレしたらめっちゃ男性ホルモン増えて。動物だってもめっちゃ今性欲上がってるらしい。ちっちゃい声で人の性欲なんす。今のままだ。西田さんもちょっと腰落とせますか。足広げて。あ、そうそう。どこがだよ。どこがだよ。よくある一枚を撮って、アクリルの中の温度が高すぎて今急冷蔵というか。確かに。アクリルの中に一回入って落ち着けてます。眩しい。そうか、逆にあれなんだ、熱こもってんだ、あそこ熱こもります。西田の太陽が高すぎる。あ、確かに。風入ってこないしな。今度別パターン。今回もそうですね、よくあるタイプ。芸人のよくあるタイプの存在です。これをプレイバックよく見ると思うんですけど。どういう写真。さあ、足持ってますか。怖い。めちゃくちゃ怖かった。目線が高いのめっちゃ怖い。初肩車だね。石田コンビ初の。ありがとう。まあ、第一希望ですね、あの写真が。肩車だ。あれでデラックスに出たいです。イタリアンイタペ。そのタイプの料理長ですね。こういうタイプの料理長いるよな。明らかにマイセン食べて元気出たわ。いや、元気出るよな、いつだって。昨日間に合わせるようにクレンジングジュースで済ましたんだ。これでも今日に向けて94。99ね。
互いにめちゃくちゃ仕上げてきた。楽しみにしてる。LINE のファンの人と小顔 OS で行ってきた。嘘、こいつ小顔 OS って言ったって。あ、え、なんか確かに確かにスッキリしてる。そう、小顔 OS で言ってるから。こいつ言っとんだ。始まるよ。さあ、あの、見といた方がいい。なんで見なきゃいけないんだよ。じゃあさ、相方が。じゃあ、表情の管理の仕方よ。いいよ、俺、あいつと同じ土俵戦ってたよ、そこ。いや、相方なんだから。そんなもん。相方なんだからさ。戦うとかじゃないの。同じ水準の方がいい。見ても見なくても。めちゃくちゃ悪口言ってない。言ってないよ。機嫌悪くすなよ。ありがとうございます。早かったよ、2試合。同じぐらいだ。2試合早かったよ。大体同じぐらいだ。早いから勝ちとかでもないし、こんなの。タイムアタックと思って。TA じゃない。私、新鮮マザーみたいな。RTA 知らない。TA じゃないんだよ。いただきまーす。皆さん、気持ちちょっと上向きました。皆さん、直しですけど。いきまーす。顔を出す。いきます。うお、すご。絵の具に。すげえ。してもらいました。ついに目線歩西田幸喜のプロフェッショナル。フィナーレは西田幸喜。クレアのように。いや、あの、もっとすごくしてもらうんです。ほんとエロくしてもらうと。ここ行きました。朝やもう、毎戦、思いっきり食って。一番楽しいよな、この。コーラも行っちゃう。あ、もう。特コーラのコーラ。これ、罪悪感ないやな、これは。いいね。ゼロカロリー。油が一番美味しい。糖と油が一番うまいんだから。結局ね、カットしないように糖質食いたいだけ食いんだ。うん、なあ。さあ、やば、一旦お疲れ様でしたね。一旦終わりました。お疲れ様でしたね。このとこのカットですね。ラストとして入れとって終了です。終了ですよ。衣装はまだあれだよね。一回も試して試しても着てないよね。試しても一回着た。あ、着た。ああ、これから着替えか。こいつね、この毛皮をフェイクファーですからね。いや、その愛護団体がいるよ。ごめんなさい、フェイクファーなんで、その大丈夫です。聞いてないから、アラチューン。本当にその愛護団体の人。アラチューンの裏では一匹も動物は苦しんでない。全然大丈夫です。大事ですけど。そうだね。言わなくたって。大丈夫だ。一番気合入ってる撮影に。そんなことねえ、多分。一番 どうでもいいとこだろう。世界を見せてください。はい。あ、もう一番いい。西田幸喜って思ってん、ちゃんと。良くないですね、体は。やっぱり良くない、だらしない。何が良くないって、茶乳首なんですよ。茶すぎる。茶すぎる。茶すぎる。これがね、ピンクだったら売れてたと思うんですよ。ああ、本当だね。うん、茶乳首なんですよ。茶色だね。ほら、本当だ。焦げ茶乳首なんです。なんであんな濃いの。殴られたんじゃないですか。こんだけ乳首で割れるんだよ。乳首でよ。いや、ちゃんとなんか世界的な雑誌出てる気持ちで挑んでる。あ、いいね。カンヌだね。メンズが一本でもうこんなんとする。奥斗のみ。まだ奥斗
ストだけで今ここまで行ってます。ストーカーの役です。ストーカーの役で。まだ。鼻こう避けて。誰待ってんだよ。最上階のマハンいいですね、うん、ちょっと小宮山さん、うん、申し訳ないですこんなショットを撮らせてしまう確かにキャリアにこれが残っちゃうんだもんなそうだキャリアの汚点にならないそうこれだけはインスタ上げてくれこちらが目大きく見られたい時のあのクッてやる目見てあれ見てあれじゃない目でかく見られたいんですよ女の子だね女の子みたいな目でかい方がいやすなで口もオートでそうなっちゃう。口も悪いじゃん。バレるんだよ。あ目を消した。嫌いだわその目。いや。クッてやるやつ嫌いだわ。してしまうんや。してしまうんや。乗ってこねえだろ。その顔目の方がかっこいいよそれぐらいの時の目でいいや脳はかっこいいよマジでそれじゃないじゃんそれ本当に変態みたいだからやめてほしいあいいいいそっちもかっこいいおゆりいいかっこいいやんいいな何どこ隠してんの顔ですモデルさんだったらもういいですよいいねみんなもスマホを指で顔隠してみてくださいめちゃくちゃイケてますていうか 手が西田やから顔隠してるなんか忘れきれない手が確かになパニパニそうそうさあ洗剤の撮影が終わりました、うん、はい完全に世界ですね完全に世界うちらが見てるとこの話だよもう世界を目指してるいやもう完全に目線は世界でしたまあまあなんか普通にスタジオで撮るよりはねやっぱ良かったよ良かったと思いますよ大地主からのマジックバー経営ね全部俺でも今のやつにしたい洗剤ジガランドの西田としてもそうそうそう西田光輝のやつ使うとあの雑誌とかに小説載せてもらうときさ、うん、最後にあの出るじゃん顔出るね写真で、うん、あれもあれにしたい今のやつもしてゆり持ってこうやってやつ確かにあの執筆の方でもいいかもしれないですねそう執筆の方はあれでいいと思って、うん、西田中黒光輝はあの毛皮の方毛皮の方で、うん、普通にだからでラランドの方は肩車であれでいいんですか肩車であれでいいと思うまあまあいいですけど、はいうん、新しい洗剤こちらですドンいいね業界関係者の皆さん、はい、新しい洗剤をお送りしますので、はい、今後は絶対にこっちを使ってください、はい、よろしくお願いします、お願いしますもうあのイエローバッグは使わないでください使いません